じゃあはい、じゃあ次はもう人じゃなくてモンテリオ山形の思い出の話っていうのが結構あったんやけど、はい、とりあえずやっぱの印象は、はい、キャンプが長い。ほんとキャンプなんかあんなの初めてだったからもうびっくりした。最初体育館でなんかこう、はい、そうですね、どんぐらいした3日とか、そう、ね、キャンプ行く前にさ、そうですね、もう3日4日でその間に入団会見とか、そうやね、はい、あとメディカルチェック、それしていきなりグアム行ったもんね、あの時はね、はい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 、着いた日はなんか結構ロングランぐらいして、でそれでもまあまあきつかったんや、はい、で次の日朝から1010本とか言い出したんや、覚えてる、はい、倒れたの何人か、はい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 、覚えてる、多分それ着いた日ですよ、着いた日にやった、あれ、あ、着いた日じゃないか、そうでしょ、着いた夕方前ぐらいに着いて、はいはいはい、夕方に40分ぐらいで走って、はいはい、で次の日の朝にもういきなり1010本って言い出して、はい、でハセ早かったよね、ハセって走れたんですよね、一番目やった、2番目の2番目っす、俺確か4番目なんかやったから、でもあれですよ、4番目他のチーム行ったら一番早い時間使いますよ。3分30、3分40、3分50、4分なんで、いやでも3分15いなかった、あれですよ、それは3周目ぐらいです、あ、なるほどね、一番最初は、一番僕は最後は3分30になるんですけど、ちょっと待って、最後は3分30なの、はい、だけどその俺が3分30の時はもう山田とか、うん、とかはもう3分15なんですよ、やばいね。でだから5秒ずつ速くなってるんですよ、毎回。はい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 、速くなってね。はい。で、最後はその3分30におられましたんですけど。なるほどなるほど。はい。で、俺3分45になってたってことだよね、はい、多分。はい。いや、めっちゃきつかったなぁ。キーパーでも4分とか出してますからね。そう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 。シミケンさんめちゃくちゃ遅い。そうやね、シミケンさんも。雪こんな積もってるところから飛んで、そうやね、いきなり30何のところで走って、うん、みんな倒れたっていう、うん、3人倒れてたの覚えてるもん、はい、なんか怖い、仰いでたもんね、誰かが熱中症、終われ終われと思いながらそれ見て、はい、それも楽しいですけど、楽しかったね、はい、今となればいい思い出やね、はい、いや頑張ることないもん、そんな、はい、私生活であんな追い込むことないやん、まあまだ現役してるからあれだけど、追い込むやろうけど、なんかずっとやめたらないもん、でも連休があるじゃないですか、キャンプの中に何回か、はいはいはい、はい、でみんなでゴルフしたりとかしてましたよね、やったね、はい、宮崎に行ったね、はい、で近しのお父さんが働いてるところに行ってご飯とか食べたね、はいはいはい、美味しかったな、はいはい、行ったね、仲良かったね、はい、仲は深まりますね。そうね、なんかね、あの年近しとちょっと意識してたことがあって、はい、鹿島って結構こうみんな集まってご飯とか食べようとするんや、だからこう次の試合終わったらちょっとみんなで集まってご飯食べないっていうの何回かしたんよ、はいはい、してくれましたよね、そうそうそう、なんかそういうゆうぞくんがあれだからっていうので、そうそうそう、みんな近しくてゆうぞくんに声かけてもらって集まったりとかありましたよね、そう、やっぱなんかああいう風になったらちょっと一つになるやん、はいはいはい、バーベキューとか、うんうんうん、芋煮会めっちゃチームみんなで集まって、うんうん、そうだ、芋煮会もあったの、美味しかったな芋煮。いや本当にスーパー行けば大判いいんですよね、うんうん、大判行けばセット売ってるんで、うん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 、でその材料買ったら、そうそうそう、鍋貸してくれるんですよね、ああそうだった、あそうなんですよ、それ多分若手がやってるから多分分かってないです、俺ら分かんない、はい、でなんかその前の年からもうまあなんか来れる選手だけとかちっちゃくやってたんですけど、うん、もうその年みんなでやってたんで、うんうん、そうだね、3年目だったんで、もうクオリティが上がってって、うん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 、確かに、そう、鍋とかは借りれるし、その肉屋さんともルートができて、うん、肉をこう会場までそのバーベキュー川沿いに持ってきてくれるし、酒屋さんも知り合いになった、うんうんうん、生ビールとかのサーバーまでセッティングしてくれるとか、うん、マジで、はい、なんかさ、山形の人ってやっぱ温かいよね、はい、ね、すごいそうやってなんかこう地域がはい、なんていう密着してる感じするわ、はいはいはい、なんか特に田舎だからみたいなのあるんです、みんなあるのかなと思ってるんですけど、うんうんうん、なんかあれですよ、逆になんかこんな田舎に来てくれてありがとねみたいな感じで、もう何でもそう、ね、楽しんでくれよみたいな感じの精神がすごいですよね、うんうんうん、僕なんかもすごい長かったし、何年いた、4年いました、4年か、楽しんでたんで、もうみんな本当に可愛がってくれて、ハセはどこら辺住んでた？
俺は3回家変わったんですけど、天童寺も住んだし、おあとは山形市も住んでた。はい。まあ山形の人あるあるで言うと中学校でいいんですよね。あのどこら辺住んで、なんか。あ、学校？はい。何中みたいな。だから俺はそう言うと六中学校に六中学校に住んでました。ゆずか三中ですね。三中なの？三中学校に住んでる。結構都会でしょ、もうあそこは。そうですね。あそこは栄え走ってみたいな。もともとは六中が中心地だったらしいんですけど、どんどん広がってる。あ、そういうことね。はい。でも俺の家とか、上に遠見さんが住んでて、下に新次さんいたんで、ね、あそこ。うん、で、チャンさんとかも引っ越してきたんですよね、最終的に。あ、あそこ？はい。あ、そう。うん、あとは、美味しい食べ物が多いね。はい。食べ物も美味しいし、蕎麦屋とかどっか決まったとこ行ってた？あ、決まったというか、秋葉屋鉄板だし、秋葉屋、一庵、あとは左近。うわ、もう覚えてないわ、名前。ここも僕の家の近くなんや。いや、結構どこ行っても美味しいよね。はい。で、果物美味しいし。あ、博多屋台まっこっちゃんは俺一番。その時は、天神だ、はい。はいはいはい。博多屋台まっこっちゃん、焼き鳥も食べてたし。焼肉屋も行ってた。プルコギ。ね。はい。パンね。プルコギ、竹仙。そうそうそう、竹仙も美味しかった。そこら辺は本当美味しかった。まあ、俺もめちゃくちゃいろいろ言ってましたけどね。ベーシックとか。焼肉屋？いや、それは洋食屋なんで。チロールとか。チロールはかなり出遅れなんですけど。全然覚えてないよ。はい。そう。はい。米が美味しいね。つや姫。で、今何だったっけ？米。つや姫。なんか名前変わったよね。はい。品種改良だったんだけど。そうね、名前変わってさ、ちょっと米も美味しいし、お酒も美味しいし、ワインも美味しいし、で、花笠とかもあったね。花笠、そうですね、楽しかったっ、ね、出てたよね、はい、選手ね、はい、俺は出てないけど、なんかビール飲んでたなーって。暑すぎて、あの時期めっちゃ暑いよね。山形って熊谷の前は日本一の記録出したとこらしいんで。ああ、そうかそうか、盆地だからね、はい、寒いけど暑いんよね、はい。そうそうそう。花笠も面白いし、めちゃくちゃ寒いですよね。寒い。冬はもう、だって一番衝撃だったのがさ、あの、最後の試合だった。帰ってきた。あ、そう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 。それも衝撃だったけど、はい、その前か後かわかんないけど、車の運転をね、雪の中でしたことなかったね。はい、で、朝起きたらもう雪積もってるやん。全然ないのがもう積もってるやん。はい、で、対処法は聞いてたよ。ペットボトルになんかお湯を入れて、はい、なんかこう、ワイパーを動かす、はい。で、そこまではまあできてはい。したら、最初の信号の時にブレーキかける。はい。したら、上の雪が全部ブワーってきたよ。はいはいはい。で、ブワーってワイパーしてもさ、はい、なかなか動かないやん。はい。あれマジで焦ったな。あるあるやろ、あれ。あれはもう、あるあるじゃないです。あるあるじゃない。あれはもう雪かき棒っていう、画期的なボールあるじゃないですか。あれでもみんな先にもうやってるんで。それ俺知らんもん。ああ、だってワイパーのところはやるやん、絶対。はい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 。じゃあまあ素人やってる。でも、俺とかもうお湯とかはもうその時若くて、無理だったんで、うん、ここ、運転席のここら辺からずっとこうやって運転しましたけど、こうやって。できる。いや、もう慣れましたけど。めちゃくちゃ怖いです。本当に。そうだね、はい。タクシーの運転手とかも滑りながら曲がっていくもんね。うんうん、いや、マジですごいと思う。これさ、福岡に帰るときも仙台まで行かなきゃいけないやん。はい。で、飛行機。はい、もう、実家に帰るのがマジ海外旅行みたいになってたもんね。はい、山形って、はい。で、嫁が長崎だからさ、もっと遠いから、8時間ぐらいかかってたもんね。はい、山形出発して、仙台から福岡行って、福岡からまた長崎行って。うん、長田マジ遠かった。サポーターあったかいね。サポーターあったかいですね。雪降ったらそれこそ。そうだね。みんな朝集まってくれるんですよね。いや、あれすごいよね。ボランティアでね。はい、で、試合できるこれってなのに、朝からやってくれてるからできるんやんね。はい、練習も試合も、だから試合の時はスタンドまで全部雪かきしてくれて。そうか。ありがとうございます。はい。なんかもう、自分たちで作ってるみたいな、多いですよね。
まあ、サポーターも来たしで、そう。なんかすごい大きいクラブじゃないけど、なんか自分たちで頑張って、なんかやっているみたいな感覚はすごい会社とか街とか選手とかが近くて、そういうのはかなり感じるし、まあ、二十歳の時から4年間だったんで、結構ベースになったかなっていう。そう、そうか。今もう新しいクラブハウスもできたね。そうっすよ。それこそ僕ユニテに住んでましたから。あ、そう。はい。あ、その席から。そこのこのスポンサー、ユニテの人たち知ってるんで。すごい。ついに僕もなんかうちもスポンサー入れれたよみたいな連絡来ましたもん。ちょっといつか一緒に山形応援行こう。はい。サポーターの方で応援しよう。サポーターの方で。二人で応援しに行こう。あの応援歌良かったですね、僕らも。応援歌、ちゃんと。はいはい、ちゃんと。どんな感じだった？モンゴルの曲。俺たちの長谷川優。ああ、はい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 、はい、いいね。長谷川優もその時できて、どこに行ってもやっぱ言われるんで。そうそうやね。はい。俺もちゃんと好きだったな、山形の。あの山形について長谷川優選手と一緒に話していきました。はい、次回は長谷川優選手のこのサッカーの歴史、なんでオーストラリアに来たのかとか。そういうことも聞いていこうと思ってます。それでは次回も見てください。ありがとうございました。ありがとうございました。See you soon!